我らがどこから来てどこへ行くのか、それはまだわからない。望んだのは大いなる力、願いを叶える炎のように。邪魔する奴をやっつけて、大切なものを守れる力、叶えねばならぬ宿題がある。それを阻む者に容赦はせん。それは真夏の夜に起きた事件。大切な人のために一生懸命だけど、その願いは悲しみの連鎖。私が絶対